でっかいのいっぱいあるな、ここ。やばいぞ、ここ。やばい、やばい、やばい、やばい。鬼平、鬼平。飛んだぞ、鬼平味。任せない。はいさい。はいさーい。本日もね、氷島に来てますね。氷島ですね。前回、イラブチャ、釣れなかったんすよ。釣れませんでしたね。ごめんなさい。前回悔しかった。だからしかしね、僕二日酔い。もうこの後寝ますから、このテトラポットでね。いい感じでね、こっちあれなんですね、快適空間。二日酔いで考えきれない。なんだっけ、出てこない。そう、ハンモック。ハンモック、ハンモックと同じ角度なんですね。なるほど。で今日はね、寝て、ね、寝る。ヒットしたらカメラ回してっていう流れでいこうかなって。今回はね、釣れるんじゃないかっていうことで、釣りたい。前回と比べてね、ちょっと負け餌の方もちょっと変えて、変えてこちらオールマイティフカセっていう円筒フカセですね。オールマイティ610円、 V9 皆さん、もうマキエさんの定番ですね。そう、770円。この2つだけでもう1300円してます。もう取り返しつかないことしてますね。プラスこちらオキアミ950円、総額2000円と。もう今回は本気だっていうことが分かりますね。こんだけでガチで狙います。これでね、もう本当に皆さんにトロピカルの食欲失うあの青い魚を釣りたいと。そうということでね、早速マキエさんも作って、リベンジの方やっていきましょう。頑張ります。はい、まずね、マキエさんの作り方、まずぶっ込みます。ワンランク上の深瀬釣りハンターは混ぜます。混ぜるんですね、皆さん。これさらに魚を集めるために、うんうん、ある程度この配合剤を水気を含ませないと、オキアミを一緒に入れた時にこの粉の状態で入れるとオキアミの水分を吸っちゃうんですよ。なるほど。なのでオキアミの水分も保たせたいので、水を先に入れて多少湿らせてから固めて、順番があるってことですね。そうですね、まあ、人それぞれ混ぜ方あると思うんですけど、すごい匂いだなこれ。いい匂いでしょこれ。いい匂いだな。私もしばらくこの感じですよ。うん、ずっとこんな感じ。ちょっとこのつまらない映像がずっと続くの。この地味な作業の果てにお魚さんが待ってますから。なるほど。今日朝の5時起きですからね。そうですね。しかしひっちゃんさんは寝てないんですね、皆さん。今日オープニングの目を見ると分かると思うんですけど、まあ2日酔いなんですね。一匹すればね、ちょっとモチベーション上がるかもしれない。全ては僕にかかってるってことですね。まあ、そういうことだな。お、いい感じで、ちょっと水の方も、ね、こんな感じでこのくらい硬くなればもう完璧ですね。そしてここである程度混ぜたら、皆さん登場。このオキアミを一気にぶっ込みます。ぶっ込むと、この時によくこのオキアミの形を崩すぐらい砕く人がいるんですけど、はい、そうすると餌のオキアミだけが目立って餌取りに取られちゃいやすいので、小魚たちになるべくはこの形を残してあげたいですね、このオキアミの形を。なるほどね。で、巻き餌の中から取ったりして使ったりするので、こういった感じで、はいはいはい、なのでなるべく崩さないように混ぜますね。これで美味しい巻き餌の完成ですね。完成です。ちょっと鳥が騒ぎ出して海面に突っ込んだりしてるんですけど、さっきちょっと海面の方に40から50グラスくらいのガーラがいましたね。今それを狙ってひっちゃんさんが、僕が見たことないくらいの集中力で今ルアー投げてますね。今いたな。ルアーのいいところですね、皆さん。すぐ移動できるわけよ。あ、そうですね。あ、でかいぞ。89あったな。89なかった。89は持ったかな。来てます、来てます。 いるな、俺釣る自信ある。ごめんごめん。いつ見ない自信。あそこに、あそこにいる、あそこにいる。いた。ほら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 。あ、いる、いる。あ、いる、いる、いる。やばい、やばい、やばい。鬼平、鬼平。飛んだぞ。鬼平、鬼平。鬼平味？鬼平、鬼平。任せない。鬼平ってことないけど、任せない。どうですか、まだここら辺いますよ。でっかいのいっぱいいるな、ここ。いますね。どこ行った？うま、ゆる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 。右に行きよる、右に行きよる。うわ、2匹いる、2匹いる、ね、2匹います。ダメだ。さっきから向こうで鳥が飛んでるんですよね。この海鳥の数が増えてきたりすると確率大ですよね。突っ込みましたね。俺のルアー興味なくないか。ルアーが合ってないのかもしれないです。そう、ルアー変える？変えてみるのも一つの手ですよ。ルアーのいいところはすぐ仕掛けを変えれるところですよね、ルアーを変えて。さあ、ルアー変更ですね。ちょっとスプーンで反応がなかったので、ミノで攻めてますね。おっと
人生初の生オニヒラに興奮してますね。でかいな、しかしこれがおそらくオニヒラですね。この足元にいるやつら、はい、イラブちゃんもいる。嘘、イラブちゃんどこ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 、奥の方ね、ほらほらほら、これ釣っていこう。皆さん、イラブちゃんいます。あ、本棚やっぱね。お、やばいやばいやばい、いるいる、いた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 。魚はいるんですけどね。はい、深瀬釣りスタートですね。こう巻き餌ですね。これをどんどん投げていきます。結構コメントでもね、深瀬釣り待ってましたっていうコメント結構多かったんでね、ありがたいですね。だからね、皆さん、新石のおじさんにおねだりする感覚でコメントすればすぐやりますからね。はい、さい、さあ、めちゃくちゃね、魚が集まってますね。はい、いいですね。自分の投げた場所に巻き餌を巻いて魚を集めると、そして釣り上げるという画期的な釣り方ですね。おっしゃ、ヒット。お、お、お、なんだ、あ、赤いぞ。これはお、結構いいサイズじゃない。あれです、マゴ63です。あ、間違えました。このヒゲがおじさんって言われてますね。そうですね、これで地面とかの餌を探したりするために使いますね。どんどんこうやって親父狩りしていきましょう。今でかいトカジャが向かってますね。でっかいな、皆さん。これね、残念ながら裸眼でしか見えないんですけど、でっかい魚いっぱいいますよ。これ釣れたら最高だな、あのでっかいの。浮きが一瞬にしていける。浮きが気づいたら神隠しなう。ヒット、ヒット、久しぶりのヒット。お、お、お、潜ってる潜ってる潜ってる。え、結構でかくない？重たいな。重たい。え、これフグっぽいけど、フグ。お、お、取れた、出た、フグだ。なんか喋ってるな。お前ら、フグをさばく免許持ってないだろうって言ってるな。お、面白い。結構でかいな。パンパン、ポヨンポヨン。痛い？痛くないですね。ちょっと痛いな。オッケー、逃がしてあげようか。フグは毒あるんでね、皆さん、ちょっとこれ逃がしましょう。はい、ということでね、反応がね、なくなったので、ここでコーンですね。イラブちゃんはね、コーンが大好きなんですよ。狙っていきたいと思います。おいしい？おいしい。イラブちゃんと同じ気持ちになって、そうだな、釣ります。しゃ、ヒット、ヒット、ヒット。結構曲がってますね、皆さん。竿がつなってます。あ、結構でかいんじゃない、これ。白い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 。さあ、これは見えてます、見えてます。これ、おー、いいサイズ。さあ、ガーラゲットですね。いいサイズ、ね、いいサイズ。これ30ありますね。30ありますね。マックスどれぐらいになる、これ。マックスはもう種類によって1メーターを超すんで、 GT とかになってくるともう半端ないですよね。美味しいサイズ。美味しい、ありがとうございます。はい、やったね。皆さん、秘宝、ちょっとガーラが下の方にちょっと落ちちゃいましたね。次釣りましょう。そうだな。皆さん、あちらこう船があるんですけど、この船はね、こう通ると結構ね、厄介なんですね。今は何ともないじゃないですか。 1,2 分後、皆さんどうなってるかお楽しみ。先ほど穏やかだった海がこうなるんですね。ほら、こう投影になるんですよ。これでね、巻き餌も流されて、浮きも流されてっていう感じですね。まあ一瞬だからいいんですけどね、全然。深瀬釣りあるあるでしたね。おっしゃ、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 ヒット、ヒット。これはちょっと小さいのか。おお、いいサイズが。これは甘湯ですね。甘湯。甘湯ですね、皆さん。口がアヒル口ですけど、これ。さっきからね、皆さん、オニヒラが見えるんですけど、なかなか食いついてこないんで、こういった泳がせで攻めたいと思います。大きめの針に、タマン針ですね。タマン針を背中にかけます。はい、うん、ごめんなさい。はい、では行きましょう。近くにいるからね。よいしょ、いいんじゃない。
皆さんついに釣りました。こちらリベンジ達成。釣りましたね。こちらがイラブチャーですね。いやちょっとね、あの釣れる瞬間がね取れなかったんですよ。ちょっと自分寝てましてあちらの山でその間に釣ってしまいましたね。これがイラブチャーですよ皆さん。この色、皆さんこういった特殊な色、この魚、これねちょっと気味悪い色なんですけど、これ美味しいんですよ。美味しいですよこれ。歯もね鋭くてね、これすぐ切られちゃうんですけど、切られずにねちゃんと釣り上げたということなので、釣り糸もズタズタですね。これがイラブチャー皆さん、ありがとうございます。リベンジ達成。リベンジ達成です。またね時間あるんで狙っていきましょう。はい、頑張ります。先ほどねオニヒラアジがいたのでね、それを狙っていきたいと思います。でかかったっすねあれは。さっきからずっとこっち何回もうろちょろうろちょろしてるんで、そろそろかかるんじゃないかな。キャスト上手くなったっていうコメントがまた増えてますよね。気づいちゃった、あらら、そう気づいちゃったんだ。怒ってるみたいですね。ナイスショナイスショ。はい、ということでね、先ほどコーンがダメだったので、このピンクいオキアミ、餌の色と針の色を合わせるんですね。そうですね、その方が魚も違和感なく食ってくれると思います。魚が見える世界って、うん、人間と一緒でカラーなのかなっていう、あ、それはありますね。そういう疑問ありますけど、どうなんでしょうかね。え、これ優しく投げたら大丈夫だと思います。とりあえずだ、すぐこれいくぜ、第2投目。ナイスショ。あとは真っ赤ですね。この黄色い下の浮きの下にある黄色いのが先に動いて、その後に浮きが入っていきます。今モンシロチョウが飛んだんですけど、はい、モーリー曰く海の上でモンシロチョウが飛んでると釣れる説。釣れる説、結構ね釣り人ではねそういったジンクスが多いんですよ。なんか粒ある？僕の場合なんですけど、前日に気合を入れすぎたら翌日必ず空回りして坊主に終わりますね。そういうジンクスあるんだ。俺が気を使ってることはそういったジンクスとかないからっていう考えですね。なるほど、全てを撤廃しましたね今。そう、全てタイミング、もうタイミングが全てって僕は思ってます。これを言ってる人が今10分前まで寝てたんですね。寝てたな皆さんにかけて釣ってるところをお届けできませんでした。これ糸はもう少し巻いた方がいい？これはもうちょっとたるませた方がいいですね。たるませた方がいいの？普段皆さんがやられてる釣りは、あの浮きの上に浮き止めと、あとビーズみたいなちっちゃい絞り玉があると思うんですけど、今それを全部なくしてもう完全にもうどこまでも仕掛けが流れていくスタイルなんですね。これを深す用語で全誘導って言うんですけど、その場合糸が張っちゃうと仕掛けがどうしても下に入っていかないので、この場合はそういうことか。糸を出してあげて自分で糸を送り込んであげると、その代わり根掛かりもしやすい。そうですね。で逆に浮き止めと絞り玉がついてる仕掛けが半誘導って言って、全誘導の逆ですね。ある程度流れると絞り玉が浮き止めに当たって、その場で浮きが固定されると、それはもう糸たるませなくても大丈夫ですね。で皆さんあちら、やばい、雨が、この音聞こえますか？雨の音なんですよ。あの黒い部分がもう全部雨、あの境界線が、これ土砂降りですね皆さん。これ一気に来るやつだな。やっぱ一気に来るやつですね皆さん。これにて終了ですね。ということで皆さん、今日の釣果魚たくさん以上、さようならバイバイ。久々に休日疲れた体、まぶたをこすって時間は明日か眠